こちらは先週開催された最新の生活雑貨や家電などが集まる東京インターナショナルギフトショー。パッと見た時はこれなんだろうっていう、まさに謎だと思います。観葉植物のように見えるこちらのアイテムは実はボールペン。バイクのおもちゃのように見えるこちらはピザカット。このように会場内にはパッと見ではどうやって使うのかわからない、でもとっても便利な最新の謎グッズの数々が。そこで今日は東京ギフトショーの全2000以上のブースを調査して見つけた謎グッズをここしらです。まずはこんな謎グッズ、吸盤のついた小鳥のオブジェ。実はこれ隙間に歯ブラシを挟む歯ブラシホルダー。小鳥が木に止まっているような見た目になるんです。他にもなんかでっかいガマ口の財布かなと思いました。バイヤーも使い方がわからなかったこの謎グッズ、街の人に見てもらうと、果たしてこの謎グッズの正体とは。まずはこちらの謎グッズ、シリコーンのボディに口を止めるロックがついています。これは一体湯たんぽとか、あ、湯たんぽはね、わかんないけど、モバイルバッテリー。あー、売れ物。何の入れ物？携帯。携帯を入れる、あ、携帯ケース、スマホケース。わざわざすぎる。皆さん残念、街の正解率は 15%。 結構低いですね。ロックを外して開いてみると、わかる人も。え、待って、みたいな。正解。すごい。これは電子レンジで手軽に焼けるホットサンド。実際に作ってみると、パカッ、おー、いい焼き色がついてます。とっても美味しそうです。電子レンジから出るマイクロ波はプレートを発熱させ、こんがり美味しく焼き上がります。続いての謎グッズはこちら、スピーカーじゃないですか。スピーカーみたいな、冷蔵庫、冷蔵庫、金庫みたいな。どれも残念、街の正解率は 10%。 正解はこちらはゴミ箱です。ゴミ箱。ゴミ箱に見えないスタイリッシュなデザインで機能性も抜群。センサーがついていて、手をかざすと蓋が開くタイプになっています。これにはバイヤーたちも興味津々。最近デザインを重視で買われるお客様が非常に多いので売れると思います、はい。続いて街の正解率は 2%。 薄くて折りたためるのが特徴の謎グッズ。膝当てにしか見えない。何ですか？膝当てに。置いて、ね、離れて、はい、チーズ。カメラ。皆さん残念、正解率が低いのでここでヒントです。ヒント。デスク周りに使います。デスク周り、お仕事とかパソコンとか。出てきた。マウス。折り紙から着想を得たという商品で、 Bluetooth で接続して使えるワイヤレスタイプのマウスなんです。おお、クリックもしっかりできますし、スクロールも簡単に行えます。ノートパソコンと一緒にケースに収納してもかさばらないので、持ち運びにも便利です。またこちらのキッチンペーパーのような商品は、食器洗いシート、その名も紙たわし。カレーなどをスポンジで洗うと汚れるのが嫌ですよね。そんな時に大活躍。食器ごとにスポンジと使い分けて活用できます。お次はプレート状の商品で、調理するときに役立つ便利アイテム。
え、パッと見、まな板？まな板。まな板。残念。ほとんどの人がまな板と答え、町の正解率は 0%。 正解はこちら、簡単置くだけ急速解凍プレートって書いてあります。凍っている食材を置くだけ。優れた熱伝導性を持つアルミ合金素材のプレートで、自然解凍のおよそ6倍の速さで解凍し、解凍ムラや食品の劣化などを軽減してくれるんです。実際に氷を置いて試してみると、グッズを使用していないものに比べあっという間に溶けていくのが分かります。続いては正解率 5% のこちらの謎グッズ。え、なんか音が鳴るスピーカー。ワイヤレスイヤホン。あ、カイロ。おお、ありがとう。こちらは2つに分かれて両手で使えるシェアカイロ。スイッチオン。つきました。あ、すごい、もうすでに暖かくなってます。しかもモバイルバッテリーとしても使うことができる優れものなんです。続いては多くのバイヤーがチェックしに来ている謎グッズ。丸めて収納できるというのは非常に画期的だと思います。初めて見ました。非常に驚きでした。シリコン製で丸めることができ、広げるとこんな感じ。一体何でしょうか。床暖房みたいな。足つぼマット。体重計みたいな。残念、町の正解率は 1%。 バイヤーも驚くこの商品は、表面が熱くてこういうお皿に触って食べ物が冷めないんです。こちらは45度から100度までの温度調節が可能。保温プレート機能を搭載し、いつまでも温かい料理を食べられるランチョンマット。耐熱温度200度のシリコン素材のため、熱々のフライパンをそのまま置いても OK です。さらに使い終わったら丸めてコンパクトに収納できます。井上さんは気になったものありましたか。最後のマット良くないですか。熱々家でってなかなかないじゃないですか。ホテルのビュッフェとかしかないじゃないですか。それができるってことですよね。そう、食べるのが遅くてもいいので、こう介護の施設の人とかに結構人気というお話を、はい、されていました。まとめてね、しまえるっていうのもまたいいよね。便利ですね。以上、ここしらでした。最後まで動画をご覧いただいた皆様、本当にありがとうございます。この動画へのいいねやコメント、そしてチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。お願いします。フジテレビアナウンサー軽部真一と井上聖華でした。どうも。